どうも、イルサガイのジャマイカです。はい、ということで今回はですね、エーペックスレジェンズモバイル、最新情報ですね、最速情報、皆さんにお届けしていけたらなと思っております。ということでね、続々とエーペックスレジェンズモバイルに関するね、はい、情報がたくさん流れてきています。ただね、ツイッターでね、結構流れてくる情報って、まあ、リーク情報、あんまり確かではない、まあ、こうなるかもしれないよ、みたいな情報とかね、なんかいろいろな情報がね、溢れ返っててね、まあ、結局どれが本当の情報なんだっていうのがね、わからない方々もね、結構多いと思いますので、今回はね、確定情報だけちょっと載せていけたらなと思っております。ってことで、まずね、まずお話したいのが、リリース日ですね。もう確定しました。リリース日、リリース時間が確定しましたので、今回はそちらの話からしていきたいと思います。まずこちらの画像をご覧ください。ドーンってことで、すいませんね、ちょっと背景遮っちゃうかもしれないんですけど、こちらがですね、リリース日時が記されたものがですね、Apex Legends Mobile 公式のツイッターから、ついに発表されました。こちらの東京の部分を見ていただくと、1PM JST って書いてあると思うんですけど、こちら5月の18日の昼の1時。ということで、リリースされるんじゃないかなと思われます。まあいろいろ全体的な時差を考えると、まあこの画像で言うとロサンゼルスが午前2時ということでリリースされる予定らしいですね。でもこれが多分17日だと思われます。まあちょっとそうなると時差の計算上ちょっと合わないんですけど、まあ、ただ日本版の公式さんが、こちらのツイート見ていただけるとわかると思うんですけど、5月18日配信開始ということで言ってますので、まあ、こちらに関してはね、まあ、確定で日本バージョンは18日の午後1時にリリースされるんじゃないかなと思われます。ってことで皆さんぜひ待機しておいてください。最速でランク待ちとか回す方もいらっしゃると思いますから、ぜひ最速マスターになりたいよって方はね、待機しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ実際にリリースされた瞬間ね、ランク待ちがあるかどうかわからないので、そこら辺はどうなるかはリリースされてからのお楽しみになるかなと思われます。ってことで、リリース日、リリース時間のお話をしたところで、この動画の本髄に迫っていきましょうか。ちょっと背景で流れています。まあ、これね、前半部分は、もう本当に Apex Legends Mobile を、ま、紹介するような、だいたい動画になってるかな。まあ、これスピットファイアがね、通常武器化しているので、まあ、多分シーズン1スピットファイア、通常武器として現れるんじゃないかなと思われます。まあ、シーズン0の時はね、スピットファイアが確か、ケアパケ武器だったので、まあ、そこら辺のちょっと変化があるんでしょうかね。いい変化かなと思われます。はい、そして動画の後半部分でですね、皆さん気になっているだろう、新キャラの、動画、がですね、ついに公式から流れましたね。まあ、結構リーク情報とかでいろいろな動画とかも流れてたりはしたんですけども、まあ、正直ちょっとよくわかんない部分があったので、まあ、ついに公式さんが完全に動画を出しましたので、こちらで説明していきたいと思います。まあ、しかもね、公式サイトの方で、その新キャラのちゃんと説明ですね、パッシブ、そして戦術アビリティ、ウルトの説明が全てされているので、今回動画を見ながら、皆さんと一緒に確認していきたいなと思っております。ということでね、リリースされた瞬間に出てくる、キャラクターたちですね。その中に、フェイドですね。こちらが今回の新キャラになります。新たなレジェンド、フェイドになります。まずね、動画の流れに沿ってウルトから紹介していきたいと思います。こちらウルト投げて、はい、敵をね透明にさせます。でね、この動画一回見ただけちょっとわからないと思うんで、ちょっと繰り返しながら説明させていただきたいんですけど、まずこんな感じでウルトボタンを押すとなんかね持つんですよ、真っ赤いやつ真っ赤いやつ持つんですよ。で、まあ、こいつが爆発を起こすんですけども、その爆発が及ぶ範囲がですね、このまず青い円で書かれてます。この円の範囲内にいる敵にまず当たり判定が出ます。そしてですね、当たった後、はい、こんな感じ。敵が透明になるんですけども、この当たった敵全員を数秒フェーズさせって書いてあるんですよね、公式の説明だと。あと、正直フェーズさせってのがちょっとよくわからないんですけど。この状態になってる時は、敵にダメージを与えたり、敵からダメージを受けたりすることができなくなるらしいんですよね。で、これが解けた瞬間に後ろを取って、後ろからこうやってね、撃ってるシーンが見られるので、まあおそらくここは予想になるんですけども、この一瞬透明になってる瞬間は、敵からしたら見えない、目が見えないんじゃないかな、と思ってます。これは正直予想なので、もし違っても許してください。まあ、これが当たった瞬間目が一定時間見えなくなって、その間にね後ろを取って敵にダメージを与えているんじゃないかなと思います。これが新キャラフェードの、ウルトですね。ウルトになります。ちなみにフィニッシャーこんな感じですね。天に掲げるこの丸いやつ、よくわかんないけど、この丸いのが何かわかんねえけど。はい、そしてですね、動画後半いきますね。動画後半、続きましてですね、戦術アビリティのお話なんですけども、こちらの戦術アビリティはですね、元いた場所までフェーズするということで、まあ、完全に裏世界に入って移動するっていう感じですかね。まあ、こちらは押した瞬間から多分秒数カウント見た感じに2、3秒ぐらいかな、2秒ちょっとだと思うんですけども、まあ、多めに見て3秒と言っておきましょう。自分がいた3秒前の地点に戻ることができるというものになっています。
まあ、ただこちらアビリティのボタンのところに注目していただきたいんですけど、一回ボタンを押した後ストップっていう文字が出てくるんですよね。まあ、なんでこれもしかしたらどこまで戻るかっていうのを決めれるんじゃないかなと思います。まあ、ただ最大の上限が3秒以内の場所っていう感じになると思います。途中で多分ボタンストップってボタンを押したらそこで出てくるんじゃないかっていう風な、これも予想です。まあ、正直言ってこのアビリティは強いかと聞かれるとあんま強くないかなって思ってて、今のところはね若干難しいかなって思っちゃいますね。まあ、特に、まあ、似たようなスキル、レイスのウルト、ポータルかな、レイスのウルト、ポータルと比べると、あれって最初ね、ポータルを出す場所って決められるじゃないですか、自分で。で、高いところからポータル出して下に繋いでとかしたら、まあ、戻る場所は、そのさっき自分が繋ぎ始めた場所に戻れるじゃないですか。まあ、ただこのフェードの転じたアビリティは、その3秒前っていう感じなんで、まあ、どこに戻るか正直あんま覚えてないと思うんですよ。3秒前とか言われても。だから瞬間的な移動かな？例えば高所から一回下に降りますとか、こんな感じでジャンパーで飛びますとか、そういう感じの移動の時ぐらいしか使えないかなっていう感じですね。まあ、あとは、レイスのポータルだったら味方3人分をね、移動できるんですよ、ポータル入って。まあ、ただこちらのフェードに関しては、自分自身しか移動できないので、まあ、そこの点も捉えると、若干劣るところがあるんじゃないかなと思われます。って感じですね。まあ、ちなみに、フェードのパッシブスキル、常に発動している、ボタンを押さなくても発動しているスキルっていうのは、スライディング終了時に一時的に移動速度が上昇するということで、スライディングした後、ちょっと足速くなるぜっていう感じですね。むっちゃ強いね、これは。めちゃくちゃ強いね。エペオバ特にキャラコンの中でスライディングがマジで一番強いので、スライディングジャンプとかめちゃくちゃ強いんでね、このキャラクター、打ち合い超強いんじゃないかなと思います。キャラコンして打ち合いをする人からしたら、もう最強のキャラクターになりそうですね。とても楽しみです。さあ、そして途中飛ばしたところなんですけども、こちらがね、リリースされた瞬間にあるモードのお話ですね。どのようなモードがリリースされた瞬間からあるのかというチームデスマッチがまず一つ目ですね。そして3対3アリーナですかね、今のはアリーナ。そしてバトルロワイヤルモード、そしてクイックバトルということで、通常のバトルワの、展開が早いモードということで、まあ、どうなんですか、マップの収縮とかが早いのかなという感じのモードになってます。さあ、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、 Apex Legends モバイルに関する情報をお届けさせていただきました。今後もね、たくさんの情報をね、なるべく最速でお届けしていきたいなと思ってますので、ぜひ、今後皆さんが情報を手に入れるためにも、チャンネル登録、そして通知音の方をしておいていただけるとありがたいです。ぜひ応援の高評価もよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。皆さんぜひ、Apex Legends Mobile、リリースされたら、ライバルとして、皆さん戦いましょう。よろしくお願いします。まあ、僕はランクマッチにね、一生こもって、めちゃくちゃガチガチにやってますのでね、もしそちら見たいよって方は配信してると思いますんで、ぜひ、配信も見に来てください。よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。